今日どうもありがとうございます。私たちはカジノの是非は府民が決める、大阪住民投票を求める、カジノ住民投票を求める会です。で、本日は大阪府内の中で50分の1を超める署名の方が集まりましたので、提出をすると同時にカジノ住民投票条例の直接請求、これを求める本請求の場とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。そうしましたら、最初に私たちの共同代表の西田先生の方から書類の方を施行させていただきます。共同代表の西田でございます。カジノの是非は府民が決める住民投票を求める会というのを結成しましてですね、3月25日から62日間一部の地域を除きまして署名活動に取り組んできました。今日はここにその署名がございますが、これを提出させていただきたいと思います。大阪府におけるカジノを含む統合型リゾート施設（海洋誘致）の賛否を問う住民投票条例制定直接の請求をさせていただきます。これは大阪府条例制定請求書でございます。よろしくお願いいたします。この署名はですね、IR あるいはカジノの誘致の賛否を賛成とか反対とかいうものではなくてですね、この誘致に関しましては住民の声を聞いてほしいと、そういう署名でございます。何卒をご受け止めていただければと思います。そうしましたら、私事務局長の山川と申します。そちら の書類に合わせてですね、これは72市区町村各選挙管理委員会がすべて署名簿の末尾記載ということで有効数総数を示した書類になります。これの方をお渡しします。で、お渡しするに先立ってですね、ぜひ吉村知事にしっかりと伝えていただきたいことがある。吉村知事の方はこの署名が集まってそれでまだこうして提出をする前から住民投票は必要ないと思うと、それから反対派の声を聞くということをおっしゃいました。ところが私たち会を代表しまして直接面談の場を求めましたが、テレビでは反対派の声を聞くと言いながら大阪府として私たちとは直接面談をしないと、そういうことをおっしゃる。こういうことがあるから住民投票をやらなければいけなかったのではないのですかと、そうお伝えいただきたいんです。現在大阪府の議会定数を見ておりますと推進をされる方が多くてそこで決定をしている。ところが十分な審議をされていない、もしくはこの IR カジノ計画の内容が変わったということが880万大阪府民に対してしっかりとした住民納得ができていない、そういうことを振り返っていただかないと、この1977年ぶりに行われた大阪府における住民投票ということの重さをですね、知事に分かっていただくということをやっぱりやっていただければいけない、そう強く考えております。ぜひこうした署名の21万筆を超える署名が集まりましたけれども、もっと多くの方が今回の住民投票を望んでおりますので、その民意を無駄にしないということをですね、行政として肝に据えて取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ皆さん、私は四条長瀬という大阪で2番目に小さい市から子ども食堂をやっております山本と申します。私は実の親がギャンブル依存症をやった経験から、子どもたちを不幸にするカジノだけは大阪の町にいらない、日本にいらないという訴えを続けてきました。で、このカジノを決めた議員さんを選んだのは大人です。子どもの意見は一つも入っていない。子どもは大人の意見に従わないかんと言うんですけども、不幸になんの分かってて、なんでそんなのすんのという、そういう子どもたちの気持ちを僕は根っから大事にしてこの運動に取り組んできました。やっぱり町で署名を集めてたら、うちのお父ちゃん
うちの大橋さんギャンブルで困ってんというのを切々と伺いました。そういう不幸な人を作り出すカジノ IR 計画というものは根本から見直すためにも住民投票をぜひかけて府民の力でこのカジノの構想を止めたいというふうに思います。どうかよろしくお願いいたします。今日はありがとうございます。茨城市の西尾慶吾と申します。4月27日の会見で吉村知事もこの民主主義のプロセスに基づいてするというのをしっかり見守ると答弁されています。で、私たち本当に民主主義のプロセスにしっかり基づいてこれだけの署名を集めることができました。で、住民投票はまあ一番究極の民主主義ですから、ぜひ吉村さんはじめ議会の皆さんにはしっかりこの声に応えていただいて、でしかるべく住民投票を実施につないで府民の声を生かした政治をやっていただきたいなと思います。どうもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。枚方の会の高松と申します。最後終盤になって若い人たちが本当にたくさん動いてくれて、で意見表明の場を与えてくれてありがとうという、そういう添え書きと一緒に帰ってきた一筆もありました。私たちの知らないところでたくさんの人たちが汗を流して足を使ってこの署名を集めてくださいました。一筆一筆にはそういった一人一人の思いがいっぱい詰まったこの署名になります。ぜひその一筆一筆込められた府民の思いを無駄にしないようにしっかりと受け止めていただきたいと思っています。よろしくお願いします。堺市堺区の松山です。私この運動を知ったのは最近でございまして、ある方からお誘いいただいてお手伝いしようと思って、駅頭でいろんな方にこういう運動ありますとお伝えしました。本当にこの住民投票実現しないとですね、今議会の構成のことをお伝えましたけども、圧倒的に維新とか自民とかカジノ推進そのまま進んでしまうんじゃないかということです。で、住民投票ね、皆さん本当に実現したらですね、皆さん報道の皆さんがね、こう賛成反対全部今どういう今現状どうなっているのか、3年前からどのように変わっているのか報道されるでしょう。そしたら私たちに情報が私たち知ることができるんですよ。そして正しい判断ができると思います。ですのでどうかね、どうか皆さんよろしくお願いします。そうしましたらこれで書類の方は滞りないということで確認をしていただかないと心配なんで、大丈夫ですかね、中身の方は。チェックリストを作っておりますので、こちらが運び出すときにチェックいたします。で、それで今日が最終日ということになりますので、不備があるということになると、これダメになってしまうんで、今ざっと見ていただいて、こちらはこれで間違いないということで、確認をしていただいて、それでよろしいですか。これは確認いたしました。これは確認してというか、ちょっと新藤課長補佐の課長の方からね、これはこれでしっかりと請求手続きは無事終了したということを一言言っていただいて、はい、こっちで一言言っていただけると、はいはい、そうじゃないとちょっと心配なんで、じゃあこれで受け取りをいたしましたんで、はい、また確認してしたら受理通知の方をまた送らせていただきますので、はい、受理通知はいつになりますか。もうできるだけ早く、できるだけ早く、はいはい、でそうしますとこれで受理手続き、請求手続きが終わったということで受理を確認したという、そういう理解で私たちよろしいですか。受理は最終だから通知でお知らせするという形 で、はい、不備は基本的に事前に出しておりますので、はい、と私ども思ってますけど、最終確認だけさせていただいて、またご連絡させていただきます。本日中にも確認いたしますので、本日が期限ですから、はい、本日中に受理をさせていただくように進めさせていただきます、はい、ぜひ滞りなくお願いします、はい、ものすごく緊張したんですよこんだけの署名を預かって、もしダメになったら困るということもあるので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい。じゃあ報道の皆さんどうもありがとうございました。
記者会見はこの後府政記者室で3時から行うということになっております。まだ請求はしたけど受理はまだしてない段階で、そうですね、正式な受理は、はい、でも本日